この魔女の遺跡反対意見が多いのはなぜかベストな気もするのですが、まあ、正直新しいところで見たいっていう感情的な話だと思いますよ。僕も正直そっちですし。ただ、マジョルカ見たら前のマジョルカよりも全然良さそうで、なおかつ、またマジョルカに行くっていうことはさ、それなりに出場機会の確保とかさ、久保にプラスの条件があって、で、久保自体も環境的にはね、マジョルカやりやすかったっていうところがあると思うんで、悲観する必要はないですけどね。ただなんかこう、ソシエダで見たかったなとか、プレミアで見たかったなとか、そういう風に思ってる人は、うわ、またマジョルカか、みたいな、なんかそういうのがあるんでしょうね。久保君の実力は日本代表で際立って活躍していることが証明ですよね。だし、あとはあれですよね、守備の、その、運動量の持続というか、フロントエリアをずっと抑えなきゃいけないとか、サイドバックの守備のサポートしなきゃいけないとか、それのね、サポート回数みたいなのが、本当に超一流選手と比べると、グリーズマンとかミラーとかと比べると、そこが、まあ、気になるポイントで、特にその2人のチームよりも攻められる回数が多いから、ビジャレアルとか、ヘタヘタと。そういうところで久保の弱点ばっか指摘される。だから、試合に使われてなかったりするとさ、試合の中での現象でさ、全部見ようとするじゃん。求めようとするんですよ、そこに答えを。でも実際は、まあ皆さんも知ってる通り、大人の世界で、いろんな事情があって使われない選手ってたくさんいるんで、そういうところでね、なんかこう、っていうのかな、こう、漏れ伝わって、この、試合出てない、数字残してないとか、その、簡単なところにね、帰結させようとする人の声に引っ張られそうになりがちっすよね。久保選手のような即興的な想像力あふれる選手は何をするか分からない、ないか使いづらいですか？そんなことないと思うんですよ。久保はどっちかっていうとリズムじゃないですかね。想像力っていうか、なんでしょうね。久保が使われにくいのは想像力とかよりも守備の強度と量だと思いますね。すごく頭が良くて質の高い守備をできるんですよ。この間日本代表戦で言ったみたいに、どっちのコースを切りながら行くとか、どう寄せるとか。ただその守備を、運動量を保ちながら試合終盤まで強度高くできるってタイプじゃないからってなると、監督からしたらそのね、得点を取るよりもまず失点を防ぎたいっていう人が多いんで、久保を使わないっていう風になる思考の人もいるんでしょうね。だからこういう風に何か使われない理由を探すんだったら、このちゃんとピッチ上で起きることをね、探すんだったらそういう風にプレスバックが何回か遅れる瞬間があるとか、フロントエリアを何回か抑えられない瞬間があるってところなんだけど、これも強いて言うならで、なんか久保よりできてない選手は本当たくさんいるんですよね。